中村さん、ランカーシーバスの釣りけはね、あります。あの、やっぱりね、でかいのが釣れるとこで釣らないと釣れないんで、50センチぐらいの魚の反応ってて、その先にランカーシーバスがかかるっていうのは交通事故ではあるんですけど、基本的にその狙っていく釣りにはないんですよね。で、やっぱ50センチ、60センチが釣れないようなランカーシーバス。 がいるような場所ってあります。で、基本的には流れが速いとこ。だから流れが速すぎて50、60が食わないような状況だったり、まあ、橋脚際とかでもやっぱ一番いいとこですよね。流心の橋脚の、一番流れが当たってる橋脚の地場にいますし、明暗だったら明暗の一番いい状況のとこにいたりするんで、そうやってね、釣り分けていくことは可能ですね。 ですね。はい。えー、弘中さん、ランカー釣る秘訣ってありますか ?79 まで。ランカー。まあ、79が釣れた状況が、たまたま50センチとか釣ってて、ね、そうやって混ざったような釣れ方だったら80はないんですけど、多分ね、70代が安定して出るような場所は、そのうち80が出るんですよね。やっぱりシャローエリア。やっぱ断然シャローだと思います。それから断然川とかですかね。 スネコンは、はい、もう分かってきたら、あんなにランカー釣りやすいのはなかなかないと思います。はまるとこが狭いんですけど、こうあのいわゆる僕が好きなシャローの流れの中では合わせてるつもりなんで。箱を岩盤エリアでボトムのげっそりランカーに口をさ。 ああ、ボトム、この時期かなこの時期のね、ボトムのゲストリランカーはそもそも空気ないんですよ、あんまり。で、夜中に、本当に産卵で疲れ果ててて、まあ、体力回復を待ちながら、ハゼとか食ってる。で、サスペンドに近いぐらいのルアーを口の前にゆっくり流し込むぐらいしか食わないですよね。だから、手長指の流し釣りなんかするとよく釣れるんだけど、ルアーでやるってなると、 まあ僕がなんかだとやっぱスネコンが最初にイメージしますかね。スネコン90、130。で90の方がよりゆっくり流せるんで,で、あれぐらいのスローシンキングの、えー、未能でもいいと思います。で、それをなるべく水平にゆっくり流してって、でも寝がかんないちょうどいいその水深と流れの速さでドンピシャのルーあると思うんで、その辺を見つけてうまーく流せると結構空になって。